はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。高校はラバゴを投げておくだけ、ラバゴ芸人です。さあ本日なんですが、皆さん遊戯王っていうのはですね、召喚権っていうのがね、大切になってき、ましてですね、召喚成功時に効果発動するとか、召喚から動いていくようなデッキってたくさんあると思うんですよ。でも逆に最近もう召喚権もはや使わねえみたいな、結構カードも増えてきたじゃないですか。例えばクシャトリラですね、例えばミカンコですね、例えばラビリンスですね。こういうテーマもうごちゃ混ぜにして召喚権使わんかったらいいんじゃねと思ったんですよね。今回はですね、見ていただいたら分かるんですけども、召喚権を割くモンスター一切入ってございません。まあ一応バースで召喚することはあったり、ライズアートとかエクレシアとか一応召喚することは一応あるんですけど、まあほぼ召喚権使わんくても動けるカードたちで固めております。例えば、ここが入ってる召喚権使わないヒット候補、まず勇者ですね。だからそもそも勇者のギミックで召喚権使って動いていくことがあんまないので、召喚権とか、召喚成功時の効果を使って動いていくことがないので、勇者ギミックあとクシャトリラですね、クシャトリラたち、全部入ってますと、それから、ラビリンス、この辺とあとは天帝の取得からの、ドラグマムーブに、ラバーゴーレム、やっぱりこれが採用できるのがでかいよね。ラバゴで高校相手の盤面を崩壊させることができると。でさらに召喚権自分使ってないんで、これ召喚権避けないんですよね。このモンスター出すときって自分は通常召喚できないというこの制約、これが全く重くありません、このデッキであれば。ということで、今回は、高校はラバゴ芸人、先行は勇者とか、クサトリラあたりを、使って展開していく謎のデッキご紹介していく、いこうと思ってます。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。召喚権なんていうねものはね、もうこのご時世いらないっていうことをね、皆さんにもねお伝えしていきたいなというふうに思ってますね。とりあえずクシャトリラユニコーンとかいう激最強モンスター爆誕させていきましょう。おっと、なんだ、なんかあるぞ相手。来たかこれ、ユニコーンくん、これ刺さるぞこれ。なんかいやこれモンスターであれ、無限紅葉だったら打ってそうな気がするけど、どうなんだろう。とりあえず天帝の使徒なのか、やっぱどうしよう、どっちがいいのこれ、こっちかな。アラベシアの儀発動。さあ勇者が出てくるやつだぜ。あ、増殖する G か、 OK だろ。覚悟の増殖する G だな、よしいいだろ。てめえのエクストラッキー一番抜かしてもらうぞ。とりあえず一回表側で旅路を来まして、で旅をスタートさせましょう。でエクストラユニコーンの効果発動。てめえのエクストラでギャッピューだ、ポケモンブリーダー、ポケモンブリーダー、これ何で言いたいんだろう。さすがにアゼウスか、2枚ちゃんと入ってるの偉いな、相手プランプもノアールも、当たり前だけど、アゼウスもぶち抜きますか。ぶち抜きまして、でアゼウスで全部流されるというね、あまりにもヤバすぎる、動きをケアして、増殖打たれてるのも結構痛いですね。普通に旅路効果発動しますか。で一応これこいつはね、メインフェーズにだったらいつでも出せるんで、一応ねグリフォンライトは後で出して行くことは一応できるかなと。で天帝の人発動して一応1枚ドローしましょう。ガルガルガルちゃんを、送って、一応これでマクシムス持ってキーの突撃ので1枚ドロー。OK。エクレシアか、エクレシアか、強いな普通に。エクレシア今バース発動で、もうこれエクストラデッキからね、僕特殊召喚できないですね一切。でも一応あれか、勇者打ってるからエクレシアも意味あるな。召喚成功時効果は発動できないから、これ一回エイトなんじゃないですか。一応ね妨害するにはそこそこ用意できてるんで、相手の反応にはよりますけど、あとアーゼウス消しといたんで、なんとかなるかもしれないですね。言うてでユニコーンで何を消すかという話はあるんですが、これなー、でも行ってこいでな、ノワール一応消せるっちゃ消せんだけどね、2枚ね。さすがにアーゼウスの方がやばいから、この盤面的には全部消されるからな。で運命の旅路の効果発動していく。さあ運命の旅路君ので、これで一応こうしまして、でユニコーンで何抜くか問題がまた発生するという感じですかね。で爆誕させる、OK、旅路効果でドラコバック持ってくる。
これは手札コストで、リリー効果で、まあ、多分マイフレンドかストリートか、まあ、ピュアリープかあたりを持ってこられていくが、マイフレンド、いつも輝いていたね、お前のエクストラ破壊させろ。ノワール、まあ、名はノワールなのかな、プランプかノワールなんですけど、まあ一応ノワールにしよっか。まあ、一応次のターン、まあ、このターンに出ちゃうかもしれないんですけどね、ノワールね。それがね、めんどくさいところではありますよね。で、ピュアリマイフレンドを発動していく。マイフレンド無効にするしかねえよな、多分。で、効果発動でしょ？いや、これね、これ残しとくと、リソースも回復されるし、やばいから、まあ多分、ね、マイフレンドは普通に破壊してると思う、これ。で、一応ターンエチャンで使用できる効果はね。はい。なんで、マイフレンド爆発させて、はい。で、サーチは入れさせない。手札5枚。多いね。手札。手札5枚多すぎ。わろた。デリシャス。何？やべ、強え。やべ、強え。デリシャスは。ちょ、デリは強えな。これやばいか？リリーからのプランプ、回収は来るな。うわ、強え、コストも。ブラウジャン、ワンドロー入るとか。で、ピュアリー、ブラウ、ピュアリー効果、ボス。え？やばい。神、神ゲー避けるかもしれん。やばい。来た。奇跡の、完全に忘れてた。やべえ、バース強え。完全に忘れてた。やばい。これもしかして、これデリシャス重ねられないのでは。リリーちゃん。やったんじゃないこれ。これ。よしよしよし。しかもストリートしかねえ。やべえ。これはね、やべ、あれでん強え展開が起きた可能性があるぞ。これに関しては。で、一応1枚ドローされていく。手札減ってえの、きめえな、マジで。手札変なすぎだろあいつ、カッシーだろあれ。どうすんだろうこれ、何展開していくんだろう。まあ、ストレート張るのは別にまあいいとして、で何してくるかっすよね。これ手札何があるんだろう。あと速攻あんのかな。あ、シンナの姫宮、なるほど。まあ、姫宮ぐらいはいいよ。姫宮ぐらいは許しますわ。はい。え、これマジでこれ魔法カード引きに行ってない？速攻魔法実はなかったりします？そんなわけないか。4枚もあんだもんね。あ、でも無限法要うぜえな。普通に普通にキメイカードは一応サーチングされましたが、これ実はマジでこれ速攻魔法足りてないんじゃないか説意外と濃厚だよ。その動きするの多分、あ、でもそうでもねえか。あ、やばい、来た。これでかいかもしれん。来た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 、いや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 。あ、分かった。この無限法要とかピュアリームめっちゃ引いてるパターンだ、これ多分。無限法要2枚くらいありそう。なるほどね。まあ、ちょっと一回ビッグウェルカム。でもさすがにさ、旅路の前のやつ無限法要でしょ、あれ。あー、まだ増地やんの。ちょ、お前増地多すぎないか。ひたすら増地打つ人間になってるな。まあ、とりあえず一回上手出します。で、脇フェチの効果によって、勇者トークンの方でいいかな。勇者トークン消して、で、白金の城のラビレンスの効果で、手札のカードじゃなくて、多分さすがに、後ろのカードの方がいいと思う。いや、多分ね、旅路の前だと思うんだよね、俺。無限これ、俺が打つとしたら多分旅路の前に打つから。多分ね、ここ、だと思う。名探偵。はい、名探偵。はい、名探偵。まあ、もう一枚あるかもしれないけどね。もう一枚あるかもしれないけども。で、どうすっかな、まあ、とりあえず一回サーじゃない、再セットはするか。ビッグウェルカムラビリンスを再セッティングしていく。 OK。 ほんでー、勇者トークン出してバウンスかな。ちょっと一応癖怖いんで、なんとかしてケアしていきたいんですが、ちょっとネクストラからモンスターはもうあの出さなくてもいけるんで、まあ、こういればですね、ヌトス砲ぶちかまして後ろ一応触りに行きますか。こうですね。でヌトス砲とスカルナイトで相手のモンスターと
魔法カード、魔法トラップカードを1枚ずつ破壊していくという最強ムーブをして、ダウナード、リンクリボーケで、ヌトス効果。わからん。どっちでもいいな。あんまどっちでもわかんねえ。これかな？はい。ピュアリープ。なるほど。なんか、光ってなさそうな感じします。まあ、一応ちょっとケアしますわ。ピュアリープかな、光るからな。これなんかこのチェーンがよく、なんか何なのかわかんねえんだよな。で、水使い墓地送る。はい。で、いやでも、やっぱこのデッキ回るとすげえ展開できるから楽しいな。普通に楽しいよ。うん。こんだけ、しかもラバゴもあるからね。相手のモンスターしょれるからね。で、ラバゴからの、アラメシアバウンスっていう最強のムーブできるからね。まあ相手のモンスター今2体いないから、あんま関係ないんだけど、そう、その動きがね、めっちゃ強いんですよね。で、ドラッコバック装備して、一応後ろケアして、さあ、お前のバックをバウンスさせてもらいますけど、なんかありますか？おっと、戻っていく！戻っていく！で、エクレシアの効果発動していく。特殊召喚をして、エクレシアちゃんの効果発動して、さらにドラグマパニッシュメンツを持ってきていく。強すぎ。で、さらに、スカルナイトの効果によって、てめえの進路の姫宮を爆破していく。おい来たこれ、バートルフェイズだぜ。いけユニコーン効果ぞ。貴様のノワールはこの世から消え去ってもらうぜ。じゃあな。これで進化形態が、最強の進化形態が1個上がっちゃったな。かわいそうにな。対戦ありがとうございました。オーケー。割と高校100点みたいな、これハンドしない、これ強いでしょ。ちょっとパニッシュメントちょっと邪魔だけど今。うわ、天帝来た。なんだろう、これラビリンスデッキかな。天帝入ってるデッキ結構いろいろね、今あるんでね。割とまあ未完工とかも入ってるし、天帝ラビリンスみたいなのもあるし、まあメタビートみたいなね、のもあるし、なんかいろいろあるんで、一概にはいないといったところですが、マクシマムスドラグマさんは、自分もこれアドバンテージ稼げるんで、俺もアドバンテージ稼げるから、これ、逆にありがたいけどね。あ、なんかあれだ。増字は通んないやつか？うわー、増字、そっちかい。そっちかーい。伝承のミカンコ、なるほど。ミカンコって、ドラグマですね。基本的には。なるほど。で、大姫が出てきて、一応1枚ドローが、節約されて、なるほど。バース今いらないかな、正直。ラバゴする予定なんで、あんまいらなそう。で、伝承の大みかんこ、なるほど。あ、いやでも いるか、あ、いやでもそんないらないな。あ、いやいるか、どっちやねん。フェンネルでアライズ持ってきて、で、ユニコーン除外してユニコーン特殊ができるから、まあ強いかもしれない、これ普通に。はい。で、はいはいはい、いいですよ。私もちなみに、あれですからね。アドバンテージ稼がせていただきますからね。チェーン1が、ちょっと待って、チェーン1でサーチ入れてドローの方が、逆、チェーン2でサーチして、チェーン1でドローの方がいいね。で、これで、みかんこサーチして、みかんこでぬかんこして、うおー、強い！強えぞ。これはまくれる多分。さあ相手もやべ、やっちゃったとか思ってるだろう。マクシムスドラグマ、お、エンド、何なんだそのクソダコ満面、なんだなんだそんなクソダコ満面、ぶち殺すぞ。なるほど、スカルライトとロンド、ロンドでパクられるかもしんない感じだね多分。こっちのモンスターがワンチャン、まあじゃあ分からせるか。じゃあ分からせろ。はい、ういうい。で、天帝の使徒ぶち込みに、
ていいかな、よ、まあ、とこっちとかこうしてでペンリル効果で、これはですね最強ムーブがありますので、ユニコーンを一旦持ってきましーので、バース発動しましーので、天帝の使徒ぶちかましーのは先こっちだ、愚かな埋葬を打ちましーのと次ので、なんだっけ、旅路の効果で、ユニコーンを捨てまして、でバースで蘇らせるという最強のムーブあるのでこれやりましょう。こうします。で表側で置きます。でさらに効果発動しまして、1枚サーチを入れながらユニコーンを持ち送ってからのこれ強えな、これ最強ムーブだ。でグリフォニングライダーを爆発させて、でさらに旅路の効果によってドラコバックを持ってきます。 OK で天帝の使徒効果発動、ドラコバックでねラバゴを戻すっていうねありえない最強ムーブがありますのでありえん最強ムーブがありますの で、 でバスタードを送りながら、ドラグマ持ってきまして、でドラコバック発動、勇者さあ、おいおい、ちょっと返せよ、お前、それつえこの動きバカつえ、ちょ、お前、返せ、それういで、マクシムス・ドラグマ爆弾させる意味あんのかな、これ爆弾させる意味もあんまない気はしないでもないけど、まあ、とりあえず、こっちから、バースマクシムス・ドラグマで送らないもんな、相手アドバンテージ稼がれるから、多分どうせ未完工だから、なんかある、2ミルだこれ、隕石だ、あ、出た、まあ一応これはケアできる。でグリフォニングライダーの効果によってそいつを破壊しながらデッキ戻る。あ、じゃあ打点足んねえか、これマクシムス出すか、じゃあマクシムス出した方がいい気がしますね。打点が足りてないんでマクシムスドラグマの効果を発動していく。これはどっちでもいいか、除外しながら出てくる。 OK、 これで足りてるかな、あ、84足りてますね。バトルフェーズ入りますか、これで。おい、このさ、なんか I 押したらさ総合打点出んのマジで強いよね、これめちゃくちゃありがたいわ。まあ、ちょっとヌトスを一応除外しといてからで、はい、はい、対戦ありがとうございました。やっぱねラバゴって最強ですね。いやー、なるほど、ラバゴ芸人するしかなくなってくるよね、こうなってくると。まあでもラバゴ入ってると、まあ言うて一応高校もまあなんとかなるかっていう気持ちになれるんでね。あー、そう、こういうね、そのなんかピュアリーみたいなさやつらもさ一応さナイチンゲールとノワールみたいになるじゃないですか、基本的には。その2体をねペッてしょって、まあちょっとマイフレンドがねあまりにも鬱陶しいっていう、まあ説はあるんですけどね。そのテンタの人で送るカードが効果なんで、あ、コストなんで、コストで送ったカードをね、その、ノワールで戻されるとね、要は不発になっちゃうんですよね。送ったカードが。なんで、ちょっとね、そこがね、問題ではあるんだが、ピュアリー、はい。で、レイン、なるほどね。暗黒界入ってる、レインまで入ってるんだ。暗黒界自体はね、マジで手出せないから、クソ強いね、これ。これ使ってみたけどさ、あのスノーのムーブね、あっクソ強いわ。ゲールドグラ、なんか意味わからないカード入ってんのこれ、なんだこれなんかレベル2回最強カード入ってんだけど、これ何置きで、ピュアリー効果、はい。で変身するのはまあ許容、はい。でプランプね、まあ、ノワールまでは確定していくな、ほとんどな。負荷はやばい、ちょ見たことない、ゲールドグラ、どういうこと、どういうこと、ちょマジで分かんない、分からん、ムーブすんな、なんだそれ、詳しい知らねえ、何ゲールドグラって。いや出た、ゲールドグラ効果、これ何送んのこれ、やばい、マジで分からない、何が怒られるんだこれ一体、全体リマリアンシャーク、何ランクアップマジックをサーチするカード、ランクアップマジックサーチだよ、デッキトップに置くのか、アストラルフォースをトップに置く。でさらに
ピエール・ドグラの効果発動。やばい、何なんだこれは一体。コート・オブ・アームズ、やべ、悪いことしようとしてるじゃんこれ絶対。カード名コピーおじさんじゃんこれ。カード名コピーおじさん、何これ、やばい、マジでわからない。スカルデット、やばい、何体素材、4体素材、うわ4枚ドロー、アストラルフォースサーチ、ガチでわからない。これは一体絶対何がしたいんだ彼は。さあプランプ1体でエクスピアリーハピネスだと。ガチで誰一人採用しないと言われてるピアリーモンスター来た、やべえ。ノワールじゃないんだそれ。え、これでランクアップマジックなんか打つってこと。スカルデッドとケルトでリプロドックス、いや何これ、マジでわからん。え、何したいのこの人、ほんまにわからん。リプロドックス効果、リンク先のモンスタードラゴンズにします。なるほど、アストラルフォース、はあ、でこれでランク側に2つ高いモンスターにエクシーズチェンジできます。ネオタキオン、ええは、どういうこと、ガチでわからない。バリアン出た、これエセロンゴミする時の、エセロンゴミパイセンする時のコートオブアームズ、なるほど、なるほど、コートオブアームズになっていく。でこれ効果コピーできますね、これ名前一応効果コピーできます。フィールド上のゴーストリックディラハン、えやばい素材級や今や、やばいやばい、あ、そういうこと、え、天才なんだけど、やばすぎやばっ